iPhone5 に伊沢オプトのレンズ、こちらをつけて画角比較テストを行ってみたいと思います。それでは実際に撮影していきましょう。レンズを装着しないで写真です。そして動画。はい、動画での比較です。基本的に静止画に比べると動画の方が画角が狭いみたいですね。映っている範囲がだいぶ違いますね。横幅はほぼ同じぐらいなのかもしれませんけれども、上下が切られてる感じなのかな。写真では KSW-1 ではもう蹴られが発生してましたからね、その蹴られの内側で撮れているということで、動画の方が使い勝手がいいんじゃないでしょうかね。この辺のレンズはもう魚眼になってしまうとちょっと使い方というのが限られてくると思うんですよね。魚眼レンズは写真で使った方が面白いのかもしれませんね。はい、そして写真と同様に動画での16対9の画角比較一覧でございます。では引き続きインカメラでの比較を見ていきましょう。インカメラに切り替えまして、そのまんま標準で写真です。次ビデオ10秒ぐらい撮ってみましょうか。上の鉄橋とか映らないですね。鉄橋も入ってきたし、横に置いてある撮影している一眼レフカメラが映ってます。蹴られは発生しております。蹴られてますが、すごいスーパーワイドで映ってます。これ先ほどの KSW-1 と画角はさほど変わらないんですけれども、レンズの性能がいいんですよね。かなり綺麗ですね。もう周りの景色もだいぶいっぱい広く映るようになってますね。これも結構綺麗だわ。もうね、鉄橋の真上まで見えるし、自分が今どうやって撮ってるのかっていうのもここに三脚まで映ってますもんね。すごい綺麗だな。はい、そして最後にインカメラでも画角を一覧にしてみました。いかがでしょうか。それでは最後に撮ったりつけたりしながら比較していきましょう。ワイド&マクロの KSW-2、 これを装着ね、こんなにワイドになるわけですよ。で外す、おー、つけるね、でも綺麗なんだけども、こう蹴られが出ちゃうんだよね。なのでちょっと微妙に使いづらいと思う人もいるかもしれませんね。お、電車が来る。電車ね、こういう時もさっと今 KSW-3 をつけたら電車今映りましたよね。映ったね。はい、KSW-3 なんですけども、真ん中はピントが結構合ってるんですけど、周辺部はピントが甘いですよね。ピント合わないですよね。で、後ろにピント合わせてもこんな感じ。はい、こんな感じで、これはもう魚眼レンズなんで、蹴られを楽しんじゃえばいいと思うんですよね。で、どうしてもこの蹴られたくないという方には、はい、これです。0.7 倍のワイコン KW-1、 これだと蹴られないでそこそこいい距離で周りも映ると。撮ってみましょうか。結構違うんですよ、ほら、ね、0.7 倍って数字で言うと大したことなさそうなんですけども、こうやって比べてみるとほら、
ね、こんなにワイドになるんですよ。これ周辺もね、そんなにボケてないでしょ。これレンズのね、玉が大きめのサイズなんで、周辺部まで綺麗に映るということで、まあ、僕は個人的にはこの KW1 が一番好きでよく使ってるんですけれども、 iPhone で使いたい場合には KW1 と KSW2 それと KSW3 この3つを持っているともうそこそこ用足りるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今日は伊沢オプトのレンズをいろいろ比較してきました。いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。